アイスホッケースウェーデン代表は、スウェーデンアイスホッケー連盟によるスウェーデンのナショナルチームである。現在、世界ランキングは4位となっている。カナダ、ロシア、アメリカ、フィンランド、スロバキア、チェコと並んで、ビッグナの一員と考えられている。トレクローナーの由来は、チームジャージのデザインにある3つの王冠から来ている。これは、スウェーデンの国章が元となっている。 このシンボルマークは、チェコスロバキアのプラハで開かれた1938年、アイスホッケー世界選手権から使用されている。2006年には、トリノオリンピックでフィンランドを3-2で下して、世界選手権ではチェコを下し、いずれも、金メダルを獲得、冬季オリンピックとアイスホッケー世界選手権を、同一年に制した、最初のチームとなっている。スウェーデンの国賞。 2005年アイスホッケー世界選手権におけるラトビア戦でゴールを主衆するスウェーデン代表チーム、ありがとうございます。